ダウンタウンのガキの使いやらへんで、笑ってはいけないシリーズ絶対に笑ってはいけない大脱獄24時、絶対に笑ってはいけない大脱獄24時は、2014年12月31日18時30分から2015年1月1日0時30分にかけて、日本テレビ制作のバラエティ番組、ダウンタウンのガキの使いやらへんで、 大晦日年越し SP として放送された企画である日本テレビ系列29局同時ネットテレビ大板は絶対に笑ってはいけない熱血教師24時以来2年ぶりの同時ネットになった2015年1月3日21時22時54分には未公開シーンを集めた未公開映像巨大公開 SP が NNS29 局で放送され 1>, 1月4日のレギュラー放送でも完結編となる未公開シーンが放送された。笑ってはいけないシリーズの通算12作目でオンエアが歴代シリーズ最長タイとなる6時間となる。絶対に笑ってはいけない病院24時から引き続き、ガキの使いメンバー5人で罰ゲームを実施する。5人での実施となってから初の仕事ではない役柄として挑む。 数字は罰を受けた回数。このうち一番多いメンバーを赤字、少ないメンバーを青字で示す。DVD は2015年12月2日、第21弾として、ブルーレート、本編、通常版4巻に分けて発売された。舞台は、ガース黒光中央刑務所として、栃木県佐野市の栃木県立田沼高等学校跡と、 佐野市運動公園陸上競技場でロケが行われた。平均視聴率は第1部が18.7%、第2部が16.0%を記録した。NHK 紅白歌合戦の裏番組として民放の中ではトップを記録した。2015年1月3日に放送されたお見逃しも未公開も一挙大公開 SP は12.8%を記録した。 2015年1月3日完全版2時間 SP2015 年1月4日完結編ありがとうございます。